この世界には世にも奇妙な三連装法を持つ戦車がいたらしい。軍艦かよ。この子の名前は KV7U13。ボーサンダーの12周年イベント夢は叶うでゲットできる新車両。こんな夢が叶っても困る。もともと KV1 のシャーシを元に突撃戦車を作る計画でした。うんうん、いいじゃんいいじゃん。この車両には火力が求められていたのでたくさん砲を増やすことにしました。うん。こうなりました、素敵でしょう？どうしてこうなった？ただ砲を大きくするだけなら1両の火力、3門つければ3両分の火力になるんですよ。76.2mm と 45mm が2つ、つまり 166.2mm 分の火力。うんこの。砲は T34 の超砲身 76mm と BT7 の 45mm 2つを合体させたよ。3つ砲を合体させたもんだからなんかすごいことになってるし弾薬はしこたまあるけど気にしないでおこう。致命的なんだが。抜かれなきゃ大丈夫大丈夫、ベースが KV1 だから 100mm ぐらいは防げる。で BR は 4.0 か。まあ腐っても KV1 だし昼飯取ったら4号とも渡り合えるが、固定砲塔だし、誘爆しやすいし得た代わりに失ったものが多いような。いやいや、これこそ常人には考えつかない突撃戦車の一つの答えとも言えるでしょう。味方の T34 君も飛砲で祝福してくれている。と思ったら目のデカールのところ穴開けられただけだったわ。ただの嫌がらせで草。この映像が一戦目だったんだけどすでに KV7 が5両ぐらいいて一方的でした。イベント兵器あるある現象。気を取り直して2戦目行ってみよう。KV1 ベースなら昼飯取ったら無敵よ無敵。やっぱり 76mm 砲は強いな。副砲の存在言えよ。社長、抜かれましたよ。外した。副砲も弾かれた。昼飯角度で交代。一発で3両分の火力が消し済みに。しかも燃料タンクか。戦闘室のすぐ向こうが燃料タンクだからな。誘爆するとどうしようもない。普通の KV-1 改めて見るとレイアウト優秀。やはりね、ソ連戦車は交代を考えてはダメなんですよ。流れ変わったな。突撃あるのに。なんか対空砲に砲弾無効化されたけど気にしないでおこう。This is what they priority。右警戒。いえ、マルダーはやめてください。よしよし幸先いいな。ただでさえバカでかい燃料タンクと弾薬が控えてるからな。まあこんな戦車でも遠距離でハルダウンすれば活躍はできるでしょう。砲を増やしたい見よ。また対空車両出てきた。カス当たり。これ弾道特性が両者でまあまあ違うから調整が必要だな。正面、三徳くんがいらっしゃいます。狙いはいいのに課題が入らなかった。副砲パンチ。四方パンチ。四方だけでいいんじゃないかなこれ。まだだ、まだ参る。副砲パンチ。四方パンチ。副砲。これこそ三連装砲の威力よ。今後決めてるみたいで楽しい楽しい。なんか賑やかな突撃戦車だな。軽装甲車両にチクチクする分にはかなりお強い。お、あのシルエットは。四方パンチ、副砲パンチ。なんちゅうもろい戦車じゃ。M10 に車体正面抜かれたか。いい砲持ってるやつはきついな。昼飯の角度は KV1 以上にきっちり取ってかないとしんどいね。敵に撃たせるときは斜めから入っていきましょう。お、弾いたな。あいつか。装甲があるのは助かるけど周り砲塔が欲しくなるね。それ KV1 なんよ。ヒエッピョン号怖い。よし撃ったな。ここ砲塔内地区戦車特有のもたつき。あぼい。社長報酬総選手いいね。副砲でリタイ切れたらいいのにと思ったんだけど切れなかった。副砲少し離れてるせいで微妙にずれるんよね。火力が足らん。4号は味方がやったので拠点は占領できそうです。ははは、突撃。この狼、ノリノリである。てか後ろ姿が SU-152 っぽさあるな。これででかい砲だったら見た目もかっこよく見えるんだろうか。確かに正面から見ると貧弱感あるよね。正面通路に敵鋭確認。よし弾いた。ギリギリかな。ちょうどコンテナが邪魔な位置に。うわ、奥の角からいっぱい出てきてる。昼飯の角度を徹底するべし。よし、このコンテナを使った昼飯で抜かれることはまずないでしょう。昼飯、豚飯大事。これで砲塔が回れば反撃しやすいのに。それ KV-1 なんよ。おお、弾く。よし、とりあえず一番脅威になる4号は撃破した。後ろから味方も援護しに来てくれてるな。
KV 戦車の底力見せてくれるわ。とはいえ履帯が切れてるからどうにも動きづらい。延々と撃たれてるわ。履帯直ったら突撃決めてやるのに。あ、ロマンあふれる3連装砲を有する突撃戦車 KV-7 でしたが、砲の貧弱な設計と弾道特性の違いを考慮していない照準器が取り付けられていたため、低い命中率と散々でした。そして時の指導者スターリンは試作段階で開発中止命令を下しました。運命そうしてるな。過去の周年イベントのシュプルムティガー、トグ2と比べるとあんまりインパクトないかもしれないけど、3連装砲の楽しさはあったよ。プロフィールを押し、達成、ドリームズカムブルーのタスクから、1個3万、5千スコアでクリア、6個満たすともらえるよ。ちなみに例年通り GE で飛ばすこともできます。イベントは11月13日までなので欲しい方はお早めに。ウォーサンダーも気づけば12歳とほんとめでたい。なんだかんだこのゲームなかったら他に代わりがいないからな。初期の頃にマウスの動画上げてから長いものでウォーサンダーはやっぱり楽しいゲームです。環境が整ってなかったのもあり本調子ではなかったので、これから気張ってやっていこうと思います。あの頃からスタンスは変わってないので、面白かったりかっこいいものが動画で伝えられたら幸いです。改めてよろしくお願いします。それではご視聴、ありがとうございました。